マスコミの報道しない自由をからかいつつ、マスコミが報道しない情報を皆さんと共有することで日本の正常化を目指しております宮城チャンネル各課に、今回は1週間を振り返る増刊号ドドーンと始まります。7月3日から始まった1週間、今週のニュースやワイドショー、地獄のチューリップの歌高らかに歌い上げておりました。今週は島根県、愛媛県、熊本県、そして鳥取県です。そして新型コロナニュータイプの第7波が始まったとニュースやワイドショーギャースが大騒ぎしておりました。これ何度目の再放送でしょうか。今度は感染力がもっと強まった BA.5 ということなんですが、ウイルスの一般論として感染力が強まればその分だけ弱毒化していきます。ところが令和4年7月6日、名古屋 CBC が制作し、全国的には TBS が配信しております昼下がりのワイドショー、ゴースマンでは、名古屋大学大学院の山本孝則先生様が、必ず弱毒化へ向かうというのは間違いです、なんてね、おっしゃっておりました。山本先生は、ネイチャーという雑誌を論拠としますが、弱毒化というのは確率論と時系列で説明ができてしまうんです。言い換えれば、ミクロとマクロの違いです。新型コロコロニュータイプの話の究極のミクロで言うと、それぞれのウイルスが強くなる、弱くなる、これはわかりません。ウイルス単体での変化というのは、神のみぞ知る話なんです。しかし、ウイルスが強毒化してしまうと、その宿主という宿主、つまりは人間は動けなくなってしまいます。宿主の移動が制限されることによって、拡散する力が制限されるということになるんです。反対に弱毒化したウイルスならば、宿主、宿主さんは、俺なんか調子悪いのかな、気のせいかなというわけで、トコトコトコと移動ができてしまいます。結果、弱毒化したウイルスの方が拡散されやすくなるんです。あくまで確率の話として、拡散されやすくなるんです。だからマクロという社会全体で見ると、弱毒化へ向かうという話なんです。だから今日本と中国以外では、この新規陽性者の数で一喜一憂せずに社会を再起動させております。そして日本のニュースやワイドショーでも小さくながら変化を確認しております。小さな変化とは、ウイルス強毒化しちゃうかもしれないよなんて視聴者の皆様の恐怖をガンガン煽っていきましょうとやっていたゴゴスマです。コメンテーターとしてご出演なされておりますフリーアナウンサーの古舘一郎さんは、言葉を濁しながらもウイルスの一般論について語ります。ぼんやりとながら山本孝則先生の強毒化を批判したとも見えなくもありませんでした。実は古舘一郎さんは YouTuber でもあります。ネットでは普通の一般論も流通しているんで、ご自身の YouTube チャンネルでの発信との辻褄、いわゆる整合性を取ったという見方もできます。次にタレントの松本明子さんが、節電と電力逼迫からクールシェアリング、この辻褄が合わなくなっちゃうんじゃないかという指摘をします。クールシェアリングとは、夕方から夜にかけての電力逼迫の時、映画館やデパートなどなど、みんなが集まってエアコンの効いたところにいれば節電になるというものです。家庭内では一つの部屋にね、みんな集まってエアコンつけましょうという話です。一方、これまでの新型コロコロニュータイプにおいて、ニュースやワイドショーがギャースか煽ったのは、ステイホーム、自主的なロックダウンでした。デパートや映画館なんか、いかんあかんのご法度です。また、お家の中では家庭内感染から別々の部屋にいましょうね、なんて言っていたのが、これまでのニュースやワイドショーなんです。加えてニュースやワイドショーが煽っていたのが、いつでもどこでもマスクです。はい、このいつでもどこでもマスクですに、猛暑からの熱中症が立ちふさがりました。熱中症は文字通り生き死にに直結します。これまでニュースやワイドショーが煽りに煽りまくり、政府にしても政府分科会にしても、厚生労働省アドバイザリーボードにしても、これも乗っけておこう、東京都モニタリング会議にしても、彼らが示した新型コロコロニュータイプ対策とやらが、
この夏の猛暑と節電、電力逼迫とガチコーンと正面衝突しちゃっているんです。だからゴゴスマの出演者から異論反論が飛び出すようになった、この小さな変化ですが、むしろこれが自然な話なんです。これまでが異常だったんです。これもまたフローからストックへの変化です。放送が終われば、はいそれまでよと終わってしまうテレビと違って、ネットの情報というのは理論上半永久的に残されます。だからその場限りの恐怖煽りや刺激的な陰謀論、こうしたものは一瞬興味を集めますが、時間の経過とともに検証され、次第にその支持者、信者というものはいなくなっていきます。またそれが可視化されているのがネットの世界なんです。テレビには視聴率という物差しがあります。ただこの視聴率という物差しはテレビを見ている人に限定されます。対するネットというのは能動的に、まあつまり意識してネットに来てもらわなければ見ていただくことができません。だからある意味ネットでは本当の意味での人気というものを確認することができるんです。この番組の YouTube での初回配信時は令和4年7月10日です。参議院議員選挙の投開票日の日です。この日のフジテレビの選挙特番からテレビ復帰をするんじゃないかと見られているのが、あのプロコメンテーター橋下徹さんです。フジテレビからすると余人をもって変えがたいタレントさんなのかもしれません。ただネットで確認すると違った風景が見えてきます。一般社団法人創発プラットフォームによる YouTube チャンネルにて、橋下徹さんとやはりフジテレビの目障り8、あ、違った。目覚まし8のコメンテーターをお務めになられております、国際政治学者の三浦瑠麗先生。お二人による対談番組がありました。フジテレビでの徴用ぶりを見ると大人気かなと思われるお二人の対談です。対談のテーマは、しかも政府の新型コロコロ対策で、選挙期間中まさにタイムリーなネタ、話題です。全3回と銘打たれたその初回の番組の再生回数は配信から1ヶ月後ぐらいで 18,716 回となっております。こちらのチャンネルのチャンネル登録者の数が 29,400 人ということなので、 29,000 分の 18,000 ですから決して悪くない再生回数なのですが、全3回回を追うごとに再生回数下がっていきます。まず初回が 18,716 回、そしてもしかしてパート2が 15,000 飛んで55回、さらに3回目となりますと10,000飛んで735回と右肩下がりなんです。ここで横の比較をしておきます。やはり国際政治学者三浦瑠麗先生が聞き役として、初代ワクチン運び屋担当大臣の河野太郎さんが同じく全3回の番組に出ておりまして、その初回の再生回数は5,000飛んで90回でした。この横の比較で見たときに 18,000 回の橋下徹さんは大人気ということも言えなくもありません。一方そうなってくると聞き手役の国際政治学者さんのネットでの需要というものが推し量ることができるのではないでしょうか。ネット番組の再生回数というのは出演する人物によって大きく上下します。それではあくまで横の比較で大人気的なみたいなっぽいと思われるプロコメンテーター橋下徹さん YouTube チャンネル持ってますんで、そちらにトコトコトコっと見に行ってみました。するとチャンネル登録者はなんとドドンと 86,900 人です。ちなみにこの三宅チャンネルカッコ仮のこの番組を撮影している時点でのチャンネル登録者はなんとドドンと10万人突破いたしておりました。小さなことからコツコツと続けてきたこと、何より視聴者の皆様の支えがあっての10万人です。まずはチャンネル登録者10万人達成、おめでとうございます。ありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いします。マグカップですが、ルネッサンス。話を橋下徹さんに戻します。橋下徹チャンネル直近1ヶ月でアップロードされた動画で最も多い再生回数が18,000 回でした。タレントさんとしての魅力というのは YouTube の再生回数に限ったことではありません。ただコンテンツとしての魅力を測る一つの物差しにはなるということです。また橋下徹さんと言いますと Twitter の方では相変わらず戦う一択だとか、戦わない国民を非国民だという政治家はなんてね、誰も言ってないことをよっこいしょと持ち出して、ツイッター界隈でも八面六臂のご活躍をなされております。
そして橋本徹さんがツイートするたびにその発言を批判するコメントがぶら下がります。さらに選挙前になりますと橋本徹さんなぜかテレビ番組をお休みなされ、そんな番組の一つフジテレビの日曜報道ザプライムのオンタイムでのツイッターのタイムラインを見ていると、彼が休みだと知ったツイッター民の中には、うん、今日は見ようかなという投稿見かけることは少なくありません。こうして見た時にフジテレビが出演者を選ぶその基準への疑惑がじゃだがーん、フジテレビ目覚まし8でご意見番的なみたいなっぽいポジションで荒らせられます。国際政治学者の三浦瑠麗先生にしても、プロコメンテーター橋本徹さんにしても、ネットで見た時だけと断っておきますが、その人気存在感は限定的のようです。そしてこれはテレビのというか芸能界も含めた話かもしれません。前回の衆院選から始まったタレントやミュージシャンが私も投票しますと呼びかけるボイスプロジェクト、投票はあなたの声。今回は2編動画が公開されているんですが、1本が5万4000回、1本が7万8000回。両方足しても14万回に届いていません。前回が1本の動画で73万回の再生だったことから比べると、反響が激減したということです。また今回はタレントさんそれぞれが短いメッセージを送るショートというやつで個人個人のやつが出てるんですが、一番多いのが俳優の北村匠海さんで1万6000回です。次に多いのが、真赤な女の子で一世を風靡しました小泉京子さんで、その再生回数は 1.4 万回です。その他は2000回とか3000回が多く、三桁の俳優さんもおりました。ネットにおけるタレントパワーがまさに可視化されちゃっているんです。テレビが作り出した人気の正体がバレちゃったのかもしれません。さて、バレたというと今週も確認しておきます。テレビ朝日、羽鳥慎一のモーニングショーの皆様大好きなテレビ朝日の社員さんは申し訳ありませんとした上で、話投げ。この長いお話をグググッとまとめますと、検証委員会などを立ち上げてつまびらかにすることが信頼回復の第一歩だということなんですが、なんと今日その事件が発覚し、テレビ朝日がプレスリリースを出してからちょうど11ヶ月目なんですが、その今週の報告はなかった、また来週のでした。やっぱりこういうことでしょうか。視聴者なんてうましか、スポンサーも大して変わらないからね。で、節電のためにテレビ止めろ。うっせえな。信頼回復、それは何ですか、食べ物ですか。食べ物ならね、こうやってね、番組流してれば、ほら、うっしっしと。あれ、おせんべい。バレました。と、冗談はともかく、しかしその態度を見てると、信頼回復を目指す気はないのかもしれません。それどころか、今週の金曜日のモーニングショーでは、転落事故の現場となった渋谷でお酒を飲んでいる若者を、遠くからカメラで取材し、その若者の姿を叱りつけておりました。さらに皆様大好きなテレビ朝日の社員さんは、論旨においては PCR 検査繰り返せと主張します。PCR 検査の無限ループは無駄ということを踏まえても、まだ PCR 検査を主張しております。そして何より信頼回復を目指さないテレビ朝日から放送電波をミョイって取り上げて、消えた、やったーとなるべきだとの思いが強まる1週間の始まりでございます。我々にできることは正しく恐れて頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。こちらのメルマガ版ではメルマガ限定のライブ配信もしております。またの機会もお付き合いいただければ幸いです。増刊号恒例謎のギターのコーナーが始まるよ。次回も見てくれるかな。ワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
な外交安倍晋三完全消滅説というものが何にモルゲストよって答えたんですが、モルゲストよかって紹介した。赤が勝ち、羽生君すごい、犬君すごい、日本別にすごくない。だってあなたに会えたからと。番組を最後の最後までご覧いただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。みやちゃんじゃんけん、じゃんけんチョキ。私がチョキなのでグーを出したあなた、グーレイト。マジンガーからのゼおめでとうございます。私と同じチョキを出したあなた、気が合いますね。あなたと私で123のトリプルピース。そしてパワーを出したあなた、週の頭のエナジーチャージ、まとめてのハンドパワー、ミミ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 。それでは本当のバイバイ。